バイク女子チャンネル。皆さんこんにちは、パルパルです。今回のバイク女子チャンネルは北海道ツーリング2020、日本最北端の宗谷岬からどこまでもまっすぐに続く道、伊佐ぬか線を目指してツーリングします。それではスタート。よいしょ、伊佐ぬか線です。はい、おはようございます。今日は朝からまた宗谷岬の方に行ってみようということで、夜中に3時ぐらいまで動画アップしてたんですけど、おかみさんに7時に起こさなきゃダメだと思ってって言ってご飯持ってきていただきました。なかなか起きがけは胃が起きてくれずに食べられないみたいな。外はすごく綺麗です。昆布が北海道型に切ってあるのかわいい。よいしょ。はい、というわけでただいま朝の10時でーす。今日はこれからお目当ての伊佐ぬか線に向かいます。ちょっとここの写真撮っときたいんだよね、記念写真。ここね、すごいんですよ。これほら、ライダーに優しい宿ということで、地下っていうのかな、1階にガレージがあって、しかもなんか絵まで描いてあるっていう。今日はね、結構風が出てるんですけど、もうすごい晴れてて嬉しい。行くせー。あー気持ちいいね。今日はね、またこれ、この辺がね、こんなに晴れてね、すごい気持ちがいいことってなかなかないみたいで、おかみさんも、いやー珍しいわなんて言ってました。港も映えそうです。フォトスポットとして皆さん来た時ぜひ撮ってみてください。素晴らしい。本当今回はいろいろと天候にも恵まれ、宗谷岬は宮堂さんのですね、ホタテラーメンがめちゃくちゃおすすめなんですけど、私一人だとですね、ラーメンの麺が食べられないので、小麦アレルギーで今回は行っていないです。わーすごーい、快晴で、あーすごいすごい、あの辺をずっとギャーって行くんだよ。なんか面白いね、サザエみたいな、あの岩めっちゃサザエじゃない。あ、でもこっちに回ってきたらそうでもなかった。横から見るとめっちゃサザエな岩と名付けよう。こういうさ、自然に隆起した場所みたいなのをさ、見ることもなかなかないから新鮮よね。うわ、風がほんと強いな。結構今日は首に来るな。あるけどさ、やっぱ北海道のね、あのね、あのなんか丘みたいな感じ、あの丘みたいな感じ。やだ、高いところで風が吹いてた、死んじゃう私。うわー綺麗だなー。いた、我らが宿敵鹿がいた。あーマジかー、可愛かったぞー。バイバーイ。あー、ドキドキ、やばい、鹿いたよー。あー、鹿がご飯食べてた、やばいね。この辺ちょっと気をつけない。今日晴れててやっぱ気持ちがいいから、鹿ちゃんもね出てくるんですね。ちょっと気をつけよう。なんかかわいそうだしね、ぶつかったらね。かわいそうとか言ってる場合じゃないけど、多分私が大破して吹っ飛んでくけど、鹿飛び出し注意みたいな。こんなコーナーで鹿飛び出されたらさ、死んじまうよ俺。すごいドキドキしながら走ってる今。バイバーイ。いやー気持ちいいね、最高だね。鹿だったね。なんかあ、ご飯食べてるけど犬かなとか思ったらね、鹿だったっていう。誰かここで犬の散歩させてるのかと思ったら鹿だった。おー、今日はやっぱライダーさん多いな。バイバーイ。鹿注意ね。鹿ここから出てきたらさすがにわからないよ。やばいよやばいよやばいよ。でも出川さんになってしまいますよ。バイバーイ。あれ、前見てなかった、こっち見てなかった、前しか見てなかったっていうことか。前見てなかったじゃなくて
どこ見てんだいって感じ、後ろ見てるんかいって。なんだっけ、あの首ない、首ないやつ、首ない、首ない、あのヘルメットついてるけど首ないバイク乗ってるやつ、なんだっけあれ、ジュラララに出てくるやつ、ジュラララとか古いな。うわわわわわわわ、サモハン金宝じゃない、なんだっけ、サモハン金宝じゃない、意味がわかんない、なんでジュラララに、なんでライトノベルにサモハン金宝が出てくるんだよ。いやー気持ちがいい、道も、いや今日はねテンションが上がってるから、これ多分1時間喋りっぱなしになりますよ。はい、怖い、はい怖い、はい高い、左見れない、あ見ちゃった、あ見ちゃった。あれでも港がすごい広くて綺麗、写真にも良さそうだよ。人いないし、人がやっぱいるかいないかって重要ですよね。今朝さ8時頃に、今日土曜日なんだけど、宗谷岬で写真撮ろうと思ったらもう人いっぱいいて撮れなかったもんね。まあまたリベンジだね。そのためにさ徒歩5分もかかんないところに泊まったのに全然活用してない、だって編集してたんだもん、なんか待ってるかなと思って、土曜日だしよ、アップしなきゃよ。ああ最高に気持ちがいいですね。ルート238、わあこの海とかもいいね、最高だね。フォトスポットだらけだよ、もう全然この辺とか泊まって撮っていい、いいよ、いいよっていうか。ああなんかね、でもねそう去年もなんだけどね、私結構花粉症が数年あって、でなんか今走ってても鼻水、鼻くしゃみが出てきそうなんだけど、北海道何かあるよね。なんで今日みんなこんな安全運転なんだろう。やっぱ土曜日、土日は警察がいるって北海道の人も知ってるからかな。おぉ、抜けた。すごかったよ今。バイクいると思ってないでしょ、前に。見てないでしょ。めっちゃ近かったもん。煽り運転とかするような人ってなんか、運転が下手なんですよ、はっきり。だって車間距離を詰め詰めにするっていうのはさ、運転が下手な人だから。はい皆さん、はい皆さん、うバルバル警察が出動します。また押して今日来れております。泣いてきちゃった。